はいどうもはいビタックで す, クですどうもでございま す, ビタックです、ね、いやリニューアルしましたね。あれちょっと一番存在感のあるデカめの人デカめの人は始まってるタバコ吸ってんじゃないよびっくりしたタバコ吸ってんじゃないよびっくりした始まった、オーブ新しくなってたよ、オープニング見てないでしょ、ね、オープニングがリスタート使っていねえリスタートでいやこんくらい残ってるタバコ落としてきたわどんだけギリギリまで行くの始まったんすよって言われてえっつってというかで、ね、今日もこんばんはアイビータックでーすイエーイさあこんなこんなですけども、はいはい、ゴールデンウィークでしたね、はい、いやーそうでしたね本当に山盛りでなんかね皆さんどうでしたかなんかうんトークテーマというかねなんかぜひ、うん、あの、うん、番組、うん、ツイッターの方にねあのコメントもいただけるとね俺らがやるよなそしたら言ってくれれば俺らがやるよ2人でなんかこうやって2人で思っちゃうよ今めちゃくちゃ雑やったね、うん、びっくりし遠かったなめちゃくちゃ楽しかったです、うん、あ楽しめましたか今年は、はい、楽しめました、うんうんうん、オープニング気づかれましたか、はい、あなたの名前名前あなたたちの名前気づかれましたかあのあえて触れずに行こうかなと思って、はい、はい、と拓也え拓也お気づきになられてないずっとこうやって遊びました、うん、ずっとこうやって俺がタバコ吸ってることいいことにAKA を追加しておきました AK はい、いやさすがやな ここやっぱアズーリのスタッフの中でほんまさすがやわほんま今回から、我々のラジオでは、アイリさんの通称ポンちゃんとさせていただきますいいのか悪いのか、まあ、覚えやすいですかねポンちゃんねいいよねなんかね、うん、キャッチーやねなんかね、うん、メロディーがキャッチーメロディーねポンちゃんやばいそしてあのポンちゃんは、おぽんはおぽんおぽんはちゃんってやだよなんかちゃんってこの距離感でやじゃない いやおぽんってなんか急になんか間抜け感でなんかちょうだってたなおぽんはゴールデンウィークどうでしたか、うん、おぽんはゴールデンウィークなんとライブをやったんですよ、うん、おいやでもなんかこれ嬉しいねなんかそのゴールデンウィークライブやったってもうできるっていうなんかそのね、うん、ここ1年はなかなかこうね言えたり言えなかったりじゃないですか見に来る側も、うん、そうだね、うん、しかもありがたいことに会場ももう、うん、もう超満員抽選になるぐらいの、うん本当にたくさんの方が見に来てくださって、あらそれカラスさんのお友達のちーちゃんが弾き語りしてます。ちーちゃん、ちーちゃん、ちーちゃん、映ってるよ。おぽんの代わりにスタジオおいで。いや、代わりじゃなくていいやんか別に。一緒に来てくれたらええやんか。一緒じゃダメなんだ。スイッチして。いや、スイッチせんでええやん。一緒に。そうなんですよ。ちーちゃんと一緒に歌ったり、他にもいろんなコラボして、うんうん、ほぼほぼもう全部コラボで。あコラボのライブね、うん、うんうんうんカラスタで出会った6人で、うん、コラボしまくりのライブでこの6人だったんですけどいい写真ですねそうハモネプレジェントたちと、はいはいはい、カラオケ世界大会優勝の人カラオケ優勝の人、はいはい、100点カラオケの人っていう感じでアカペラなんかもやっちゃったりしてあらめちゃくちゃ楽しかったですこれなんか改めて見るとなんか糸井さんほんまに120センチぐらいしか身長ないみたいな思ったんだよな一人だけ一人だけめちゃくちゃ後ろ下がってますこれいやこれこの日あのブーツに仕込みの底を入れて10センチぐらい底上げしてこの身長だったねそうなんやなんかそのみんなスラーとされてるんだよね俺たちのライブの映像見たの、うん、おぽんこれくらいなんだよマジで
それ私が小さすぎるしベイさんがでかすぎるってことありません？いやどっちもなんだよね多分。どっちもなんだけど、それを見てあおぽんちっちゃいなって思いました。おぽんちっちゃいな、はい、だって私友達にあのラジオのあの岩柱みたいな人って鬼滅の岩柱わかります？こういう人あれぐらいでかい人いないみたいな。いや俺のこと待って俺のこと友達友達見てるか友達見てるか。あの姫島さんじゃないよ。鬼召してません。鬼召してない方のやつです。よろしくお願いします。そう、家柱になってます。友達の間では。めちゃくちゃ素敵な写真っすね。本当に。今日楽しかったです、うん。すっごい好評だったね、うんうん。そうなんです。ありがたいことに、うんうん、もう結構な人数の方が見てくださって、うんうんうん、で後からアーカイブを買って見てくださる方もいて、うん、なんならもう1曲ずつ切り取って保存してプレイリストにしてますみたいな人もいてもうありがたいです本当に。まだアーカイブ買えるのでもし気になる方いたらぜひあの何かしらで連絡ください。あと1週間ぐらいでしょ。ずっと残るんですよ。あらじゃあ買ってお得じゃない。そう、そうなんです、うんうん、じゃあポンちゃんに連絡？ポンちゃんに連絡か、うん、そうですね。ポンちゃんのツイッターに連絡ください。あ、なるほど。それをおポンが DVD にしてちょっと高めに売ると思います。いやいやいや、そんなことしませんよ。そんなことしません。右上テレオサイトが出てる。あ、本当だ。テレオサイトラジオ出ました。後で報告しておきます。まあということでおぽんは、そんな、はい、もう本当に楽しそうなライブをしてめちゃくちゃ楽しい、我々の耳まで届いてます。すごく良かったという。届いてる届いてる届いてるよ、そしてうちらが大将おみょんみょん様。大将大将なん。え待っておぽんとおみょん、うん、おぽんとおみょんです。ややこしいな。おぽんおみょんおべえです。いやもうなんかみょんの方が目立ってるよねこれね。名前ね前出そうと思ってなんかあいちゃんのはなんかさまだアイリがポンって出てたけどさ確かに俺これもうみょんみょんの人やんこれ。そうなんかまあ、正確に言うとみょんみょんちょっと出してすぐ飛ばしたの、うん、あーなるほどね。そうなるほど、ね、そうキュンキュンってやったのよ。でもまあみょんみょん大きく出したいなと思って。ありがとうありがとうございます、はい、なんかうちらの、大将おみょんはゴールデンウィーク何されてたんですか。いやーなんかまあありがたいことにそのねこうレコーディングだったりとかまあ制作をやってたんですけどもまあなんかちょっとゴールデンウィーク前に僕がそのプレゼントさせてもらってる、シンガー片瀬ボナちゃんのワンマン公演が、うんありましてねベイちゃんもね、うん、来てくれてたんですけどもそうそうそう無事に来てほしかったわ。見たかった本当に来たかった。そうそうそうこれは配信がないライブやったんですけど言ったら従来のライブスタイルというかその会場のみで、やったライブやったんですけども本当にねちょっと次の写真これ桜やばやばくねこれこれマジすごかったの、うん、そう桜のセット当日セット組み立ててもらってそうしっかりこうなんていうんですかね初めてのこう全曲オリジナル曲ワンマンライブっていう感じだったんで、うんうんうん、そう無事にねこうやり遂げてくれていいライブになったんじゃないかなと思ってますよ。うんそんなことをやってました。コメントいただきました。はいありがとうございます。ルイシュンさんから、はい、おみょんみょん担当大臣。ちゃんとそのテンションで読んどきました。いや返されへんわそのコメントに対して。いやでも本当にモナちゃんのライブ良くて俺ぶっちゃけカラスタのアーティストのライブ結構見てますけど、うんうん、一番良かった。おお、次行こう。本当に行きたい、うん、本当に行きたかった。セットリストとかもこう細かく組んだりとか照明とかもう全部こう指示とかさせてもらってマジ演出がもう、まあ、神がかってたな。演出をねめちゃくちゃ考えてそう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 。これさちょっと話していい俺も、うんうん、いいよいいよ。これ開く前にもうこうカーテンが閉まってんねファーってそうでそっからスモークファーって出てでそこにプロジェクションマッピングみたいなされてんのよ。そう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 でバーってやったら桜の木の前にモナちゃん座ってんの。そう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 。ってなった。それだけでうえーってなった。すごい。そう。っていうライブでした。そうこちらもね、ありがたいことに本当にこうたくさんの方にねこう来ていただいて、もうほぼほぼ満員の中でやらせていただきましたね。パンパンでした。いや本当にありがとうございます皆様。ありがとうございます。そしてなんか作曲を、うん、されてたと。そう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 。うん、まあ自分のねアルバムのリリースだったりだとか、うん、そう今日ね来てくれてる。
え今日誰か来てましたあれなんかここ空いてる、ね、席空いてるなと思ってたんですけど、うん、今日ゲストがそういてるんですよね。通りで俺狭いなと思ってまああと40分後ぐらいに呼びましょうか。あそうだね、終わる1分前に終わる1分前に呼んで入れよう怒られるわそんな中ですけどもね、うんうん、おみおさんと、うん、私あのゴールデンウィーク会ってまして、はいはいはい、1回、うん、でそれすっごい面白い話があって、なんすか、あの歩いてたんですけど、うん、めちゃめちゃおしゃれなスポットを見つけまして、ああね、うん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 、めっちゃくちゃ撮影ちょっとねやりながらね、撮影やりながら見つけて、うん、テンション上がって撮影を忘れて、あの撮り合うっていう見ましたよそれ、もう流れてきましたよそのそうそうそう、僕のツイッターにもねこの間あげたんですけど、そう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 、なんか撮ってくれて、いや違うスニーカー入れてスニーカーっつってさっきのあれですよね、オープニングのベイさんの後ろ姿、そう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 、あそこ日本なんですよ、そうそう、なんかわかりますわかりますわかりますめちゃめちゃ海外っぽい、いやなんか私とね、おみょんさんのはなんか顔面ボーンみたいな、自分だけなんか後ろ姿で、ほんまにちょっとカッコつけてね、カッコつけてるのずるいですよね、うん、あれはずるいね、確かにね、顔面出しましょうよ、うん、あ俺の作った T シャツなのあれ、いやいや、そういう話をしてるんじゃなくて、この T シャツ俺自分で作ったのいやほんで文字とちょっとかぶって分かりにくいね、あ、まあ、ね、きっとかっこいいね T シャツなんやろうけど、見たじゃん、あのヴィンテージのジョーカーの T シャツぶっちぎって作った、コメントありがとうございますルイシュンさんからコメント、お邪魔しますお邪魔しますこちらです、あ、声大きかった、大丈夫大丈夫、書いてあんだもん、じゃ代わりに読んでみて代わりに読んでみてお邪魔します、あーそうそうこんな感じでしたねうん、慣れてきたね、すごいね、すごいねそのコメント我々こうあの人からの手紙読むの得意なんでねそれでやらせてもらってます合ってましたでしょうか、合ってました、合ってたんかな、まあそんな本当に我々いろんなことやってて、まあ俺もいろいろやってたんですけども、そんなに目立ったことはしません。いやでもこれからなんかいろいろお伝えできることもあるんじゃないですかないんですか、あ、はい何今の笑い、後で話します、確かに話したくてたまんなそうじゃないですか、いや話いい、なんか別に俺人気ないしなって思ってる今、いや何を、何コメントありがとうございますありがとうございます、テトラさんからの、はい、コメント、すごいもうすごい真摯なコメントが、テトラさんありがとうございます、うちのラジオのファンなんだなっていうのが伝わるコメントが来てます、はい、読ませていただきます早く若いイケメン呼んでください出てけ出てけもう呼びましょう、早く呼びましょう、みんな待ってるんですから待ってる、待ってますかね、聞いていくよこういう今すごいよ、初めて聞いたあの効果音を、こういう今やりたいよねすごいゴングの効果音 あったんよ、ありました、あしのくんのねいや遅い、まあ、遅い、違う違う、もう顔をこう、違う違う、わけのわからんタイミングでやってみようこれちょっとそうあの準備をさせてあげるね、見せなきゃいけない、こうモーション入れてこれやってくれ、違う違う違う、タイミングが違うもん、やってみ、おぽん、あーこれこれよやばい、イヤモニ飛ばさないで、はいごめんなさい、そんなことやってますけども、はい、じゃあ、そうですね、はい、若いイケメンをお呼びしましょうか、若いイケメンね、呼びましょう呼びましょう、うちの視聴者がうるせえからな、そうですね、うちの視聴者がもう、いいことよ、いやもう、これは許しません、うん、俺はもう許しません、でな出さなくてもいいかなっていう気持ちも泣きにしもあらずです。足の翼さんのファンの方たちはこれからお楽しみに、見てください。はい。我々IB タックから2人目のゲスト。おお。それではお呼びしましょう。足の翼くんでーす。前通っていいよ。うん。画面を見て。はいどうぞ。ありがとうございます。お邪魔します改めてご紹介させていただきます足の翼くんです、イエーイ、足のです、よろしくお願いします、すごい、いやすごい華やかさがなんか一気に増した感じしますね、なんかね、ほんとおっしゃる通りですね、うん、自分で言っちゃうスタイルねそういう感じなんですね、先輩から言っとくな、うん、はい、そのスタイルあんま人気伸びたくないかな
なんか、なんか、あの、経験してきたみたいな言い方してる。そう、あの、自分ですごいこと言っちゃうとあんまり認めてもらえないし。大丈夫、イケメンは何言っても許されますから。あ、イケメン、お前そんなこと言っていいのかよ。行くぞ。進まへん、進まへん。そんなことでね、今日は新しいネタをこれで終わるよ、もう今日手に、手に入れたんで、やっていきたいと思いますけども、それでは、我々のおぽんから、足の翼くんの、紹介の方お願いします。はい、足の翼さん、生年月日は1996年11月14日、今25歳ですね。将来の夢は歌手、音楽歴は高校3年間軽音部に所属しボーカルをやっていました。絶対モテモテでしたよね。モテたやろ。そうなんです、モテたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。聞いてないです、聞いてないです。伊藤さん続けてください。あ、じゃあ愛ちゃん続けてください。はい、ミュージックプラネットのオーディションを受け楽曲提供していただき、ファーストシングルパートナーを発売、うん、同時にカラスターを通して音楽活動を始める。現在アプリで知り合った拓也さんと楽曲制作をし、新曲リリースが5月に決定しています。拓也さんって人、すごい素敵な人なんでしょうね。どんな人なんでしょう。おみょんさん、おみょんさんか。ごめんなさい、あの振りがな振ってもらわないと拓也さんって呼んじゃうんで、ごめんなさい、あのおみょんさんでした。僕が間違えたんですか。おみょんさんってなんかもうお寺にいそうな人やね、なんかね。5月なんですね。いよいよですね。そして、2021年11月より LINE ライブの中で行われたメンズモデルオーディションで準グランプリを受賞し、2022年6月9日発売のメンズノンノに掲載が決定しています。ありがとうございます。メンズノンノモデルが来てくれましたよ。いや、ありがたいことですよ、本当にすごいね。すごいと思います。これすごいわ。ムーニーマン。どういうことですか。なんて言ってた。え、よくわかんない。え、メンズノンノ。あ、メンズノンノって。それすぎて、それすぎてびっくりしたわ。ごめんごめん。え、ムーニーマンかって聞こえちゃったもん。メンズノンノすごい。すごいね。本当に世間が認めたイケメンじゃないですか。これはすごいよ。え、そのオーディションが去年の11月からやってたの。そうですね、11月末から。今年の6月発売って結構長いことやってたんですか。だいたい11月の末から2月の28日までっていう長い3ヶ月間。うわ、長いね、3ヶ月、ステージ制になってて、ファーストステージ、セカンドステージ、ファイナルステージ。いや、季節変わるぐらい長いやってたってことやね。本当に長かったっすね。ちょっとごめん、イケメンが登場した瞬間コメントがすごいみたいな。すごいね。ちょっとごめん、あの、うちの視聴者だわ、やっぱ。ちょっと聞いてほしい。あ、じゃあ行きましょう、行きましょう。まあ、あれやったら翼くんに呼んでもらってもいいよ。1枚ぐらいはね。確かに。ちょっとこれ私読もうか。いや、これは、これはあの翼くんに読んでもらおう。はい、じゃあこれ、はい、読んでください。でも私から読ませていきます。はい。キャー、足のキューこれ、テノリゾさんから、テノリゾさんからいただきました。ありがとうございます。そして、ルイシュンさんからのコメントです。ありがとうございます。どこもやないか、顔笑って出直してこい。クソ、チラシ。怒ってる。すずさんから、はい、ありがとうございます。すずさん、来たー、新鮮なイケメン来たー。新鮮じゃないイケメン。いや、ほんま、ほんまね。海さんから、ほんまに海さんから、イケメン来ちゃー。すごいなー。すごいな。すずさんから、鳥越あずみさん、20時58分にツイートってギリギリやん、出だし見逃しちゃったよ。やかん、かんってやるか、やっちゃうよっていう。すごいね。あ、足のロフくん、イケメン、ふー。余計なこと、はい、余計なことでしたね。そして、もう一人のコメントどうぞ。あの、すごい、いや、皆さん本当にね、たくさんありがとうございます。すごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。ここだけあの、ピーして読んでね。ここだけピーして読んで。はい。これテトロさんから。ありがとうございます、テトロさん。ありがとうございます、うん、本当に。アシノくん、かわいいよ。おかん、出ちゃう。読ませんな、こんなもん。おい、何がだ。お前たち。いや、なんか、逆に気になるね、これね、視聴者の方ね。うん、あの、視聴者の方々、ツイッターで見れるんでね。あ、そうか。そうか、そうか。ツイッターで見てください。なるほど、なるほど。はい、ぜひね、そうアズリのね、あの、ツイッター見てください。そして、1点私気になりました。はい、はい。さっきの紹介のやつね、ここですね。うん、うん。
アプリで知り合った今崎拓也さん。あ、おみょんみょんさんです。あ、おみょんみょんさん。やったよ、そのくだりさっき。楽曲提供ということ で、 そうです、ね、いやー、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、ありがたいことにというか、そう、作曲をね、こう依頼してきてくださって、そう、作らさせてもらったんですよ、はい、そう、いい曲なんだろうな。タクヤチルドレンですね。ほんまやね。ニョンチル。ニョンチル。ニョンチルなのも。いいチルドレンだな、これ。いいチルドレン。嬉しいの。パパーツね。でも、そんな、おみょんみょんさんと、あちの翼くんのコラボレーションした楽曲なんて、聴けるタイミングが来るのだろうか。いやー、どうなんでしょうね。どうなんですか？どうなんでしょうね。ほんまに止まんなんてあの、はい、台本にないことやったら困っちゃった。そうですね。台本に書いてないことやったら困っちゃった。さすがにちょっと初めてで、ね、初めてはきついから。可愛 いね。これ可愛 いね。うん、なんかあったら、なんかあったらそれ押しといたらいいから。試しに押してごらん。試しに押してごらん。押してごらん。そういうこと。そういうこと。そういうこと。なんかあったらそれ押しといたらいいから。そしたらこちらがヘルプ出しますんで。じゃあそれに関してはちょっと高谷さんに聞きましょうか。いやーね、なんかそのせっかくね、こうゲストに来てくれたから、はい、うん、うん、流しちゃおうということで、本日翼くんの新しい曲が、このアズーリ FM でアイビタックで、はい、ワンコーラス初公開となります。困っちゃった。この後タンク喋ろうかな、困っちゃった。押して。押してくれたら困っちゃった。俺の番かなみたいなところがありました。ちょっと。ちなみに、今回の楽曲、こだわりポイントなんてのは聞けたりするんですか？いやー、それはちょっと翼くん言ってもらったらいいんじゃないですか。なんか僕、まあ、曲的には、なんか、まあ、僕自身がね、こう、まあ、聴いてくださる人のここにこう寄り添える、まあ、音楽とか、まあ、歌とかっていうのをこう目指して作ってるんですけど、やっぱりその楽曲提供に対しても、まあ、愛理ちゃんの時もそうやったんですけど、やっぱりその歌い手の心にこう寄り添うなんか曲を作れたらなみたいな感じで、まあ、今回も作らせてもらって、まあ、こう翼くんのこの良さをめちゃくちゃ引き出せたんじゃないかなと我ながら思ってますね。我ながら思ってる。なんか俺言われたんだよ、いやー、翼くんに合った曲できたわって言われて、我ながら思ってる。聞きたいやんってなって。まだ聞いてないんですよね。聞いてない。なんかこのかっこよさとなんかちょっとこう可愛い感じもあるから、なんかそういう部分もこう引き出せたらいいのかなっていう。なるほど。そう。あ、もうこれはじゃあちょっと、ミルさんから。ありがとうございます、ミルさん。芦野さんの新曲初公開、あざーあざーここ、ここ上がるんだ。そう、すごいね。転調するタイプなんですよ。もうね、もうだってこの伸ばし棒の長さでテンション伝わりますからね。あざーすですよ、本当に。ありがとうございます、本当に。でもその、はい、まあ、俺もみんなと同じタイミングで初めて聞きたいなと思って、うんうん、聞いてなかったんですけども、はい、歌詞のポイントみたいな、おなんかどういう思いを書いたかとかって。いいね、いいね。いやー、これはまあ僕が今回作詞をさせていただいて、そうやね、まあ作ったんですけど、やっぱり一曲まあ持ってるんで、もともとなんかやっぱジャンルの違うもので、なんかまた新しいラブソング的なものを作れたらいいなと思って、今回なんかなんだろう、まあ皆さんのその恋愛の話を聞いたりとか、あとはなんかどういう出会い方をしてとかっていう、なんかそういうのをイメージしながら、自分がじゃあそうだ、その立場だったらどうなるかなみたいなのも混ぜ込みつつ、なんかいろいろ作詞をさせていただきました。なラブソングやって、ラブソングやラブソング、大丈夫、女子ラブソングなんだ。いいね、女子倒れません、いや、これ倒れるかも、いや、倒れるかもしれんよ、これは。ちょっとじゃあさ、タイトル、タイトル。タイトルを
タイトル初公開なんだよ。今日そうそうそう。いやもうタイトル言ったらもう倒れる人出てくるんちゃうかな。僕はもう知ってるけどね。じゃあそれを支えてもらっちゃおうかな。今日一のささやきでお願いします。ああ足野くんに翼にね。いいですか皆さん、いいですか、来ますよ。ちょっと待って、マジで静かですから。翼行ったれ。僕は君を好きになったんだ。これまたコメントきますか。感謝して、俺に感謝して。翼のファンのみんな俺に感謝して。今の僕は君を好きになったんだ。あら、おしゃれですね。迷いましたけどね。ちょっと迷ってたよね、確かにね。俺はもうあえて助け船は出さずに。意思尊重するタイプですね。そうそう、意思尊重するタイプやから。そうそうそう。ちなみに、その詩に曲を載せたのか、曲に詩を載せたのかって。ああ、なるほどなるほど。これ詩線っすね。あら、そう、翼くんが、そうそう、そう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 、なんかね、すごいこう勉強熱心というか、なんか真面目やなと思ったのもあって、そう、なんか歌詞書くのにこうルールとかやっぱあるんすかみたいな、内容とかもこう LINE とかでこう送ってきてくれてて、ね、そう、いやもうあの思うがままに書いて、もうその書いたのをできるだけ崩さずに曲作るからっていう話で、そう、まあ、なるべく崩さずに、作らせていただきました。いや俺も、はい、その翼とこう話していくうちに、はい、すっげえ真面目だなと思って、なんかうん、ちょっとお言葉が悪いと、うん、あれクソガキかなと思ったんですけど、クソガキかなと思ってたんですけど、話していくうちに本当に真面目なの。なんかこっち側がちょっとこう分かりづらい言葉を使ってしまったら、うんうん、それを調べてこういうことですかって聞いてきてくれるの。それはちょっとあいい子だなって、なんか、うんうんうん、勉強しようっていう意欲が強い子ってすごいいいじゃない。まあ確かにその配信とかのイメージとはまたちょっと違う感じはするよね、うん、なんか翼くんね、そういうなんかいい子の部分が見えて、あなんかね頑張ってほしいなと思いましたけど、そんななんかちょっとコメントがいただきました。おー、たくさん来てるんじゃないですか。すありがとうございます。皆さん9時半頃、あともう何分後かに、流しますので、お楽しみにしててくださいね。音切ろっか、その時。音切っちゃって流せないようにしてずっといやほら、違うんだ。お前やってみ、いや遅い、ワンテンポさ、よく見てこれよ。上手、はい、上手、めっちゃうまいな。めっちゃうまいな。さっきここで思いついたやつだからあんまり、その中でね、はい、すずさんからありがとうございます。さっきのささやきに対して、はい、ささやきに対して、はい、すぐ感じちゃった今、やる気なくなっちゃった。どこでやる気なくなる。すずさんからね、はい、はい、倒れましたそんな感じで倒れんの。はい、倒れました元気。ふみさんからいただきました、ありがとうございます。ワンコーラス流す前に救急車呼んでおいてください。今通ってたよ、めちゃくちゃ。確かに。ミルさんラブソングあざーす。そして、もう一回ミルさんからね、ありがとうございます。多いっすね、ありがとうございます、僕は君を好きになったんだ、あざーす、あざーす、あざーす。いっぱい食べました、はい、いやこれもう多分女性皆さんっていうか、このリスナーの皆さんは多分自分だと想像してくれてるよね、これって絶対ね。勘違いしてるぜやめとけやめとけ。そして、小平さんから、はい、電波悪くて見れないっす。でもアーカイブも残るからね、残るからね、残るからね。そしてルイシュンさんから男前に美女1、ビッグバーガーセットのお客様1名、エジからエグ帰るわ帰るわ、おとれ、いやピンポンピンポンちゃうよ、めいちゃん戻ってこい、戻ってこい、戻ってこい。ビッグバーガーさん、ビッグバーガーさん初めて聞いた。ビッグバーガーさん座ってこれも俺たち、俺好きやね、サンドイッチマンさんのネタがあって、それの一コマなんですよ、ありがとうございます
やってきます。だらけたありがとうございますだったね今なんか。早く聞きたい。確かに。じゃあちょっとね9時半にもなったからツイッターとかでもね9時半頃に流しますよっていう、お知らせをねしてたの で、はい、用意してきましたよ。あ、用意してきましたよ。流すの？流します。いいですか、いいですか、皆さん聞いてみました。ちょっと待って、マジ、じゃあマジで、はい、足の仮面のさっきの写真してもらわない？うんうんうん、あ、確かに顔、あの、画面なくす感じね。ワイプにしてもらった俺たち。あ、なるほどなるほど。アシノの顔見ながら女の子たちに、ちょっと。いや、喋りまくったらあかんよ。ワイプで映ってるからって。その曲流れてる時に。あ、そっか。おい、喋んな、喋んな、喋んなってなるよ。BGM じゃないからね、言うとけど。やったわ。やったわ。それでは、曲振りを足の翼さんから、足の翼さんからしていただいて、はい、はい、今回初公開ということで、はい、めっちゃ緊張してない？いやめっちゃ緊張してる、なんかもうだすごい緊張してる今めっちゃ緊張してる、めちゃくちゃ緊張してる、あの見えないかもしれないですけど、あの小刻みにこうなってますんで、やっと聞いてもらえるんだろう、緊張もある、ね、このやっぱ初披露の時は、まあ、僕もやっぱ未だにやっぱり、うんうん、まあね、愛ちゃんの時もそうやったけど、そうですね、もうなんかこう高ぶってんのと、うん、ちょっとこうね受け入れられてもらえるかなっていう、なんかそのそう、ね、ちょっとこのドキドキ感というかね、いいドキドキだね、そう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 、正直ここ入ってくるより緊張してる。マイクに乗る音で喋んなさい。マイクに乗る音で喋んなさい。失礼しました。じゃあちょっといきますか。じゃあ曲題名を言っていただいて、はい、その後に聞いていただきましょう。足の翼の題名をお願いします。じゃあそれでは聞いてください、僕は君を好きになったんだ。液晶の中で君と出会って胸が高鳴る、この感情を知りたくて話しかけた、おしゃべり好き寂しがりや、おちょこちょいその癖しっかり者、ガラス越しの笑い声も真剣な顔も、君を知れば知るほど愛しくて、ありがとうございます。すごい、超いいよね、めちゃくちゃいいですよね。めっちゃかっこいいですよね、超いいよね、確かにキャッチーなのにちゃんと甘い、そう甘いよね、確かに確かに、素敵、あの翼の声も良かったし、うん、いやありがとうございます、本当にあの歌詞が本当今時っぽい、そう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 、まあ男女もあるけど恋模様というか、うんうん、そういう感じがあった中に、うん、うちのミョンがやっぱうめえな。うん、うちのミョン、どうですか。ミョンのなんかその翼がイメージしてた感じと、はい、多分マッチ の、 そのアップテンポな、うん、ちょっとアッパーなんだけど、うんうんうん、その曲としてこう落とし込めるカッティングだったりとか、うんうんうん、その中にこうエレクトーン入れたりとかっていうの の、 のアレンジの感じとか、うんうん、うわうわ、いいな、嬉しい、嬉しいですね、いや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 、ありがとうございます、楽しかったです、ありがとうございます、うん、レコーディングとかもねこう立ち合わせてもらったり、はい、そうディレクションもねちょっとさせてもらったりしたんですけど、うん、一生懸命ねこう答えてくれて、うん、いい感じに仕上がってると思いますし、まあ、これはまだワンコーラスなので、そうですね、うん、この後の物語もね、うん、ちょっと楽しみにしていただけるとぜひぜひ嬉しいなと、しかもこのマイク越しで聞かせたってことで、うん、
ちゃんとした音源で聞いてやもん。そう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 やね。皆さんぜひ楽しみにしてください。うんうん、ぜひねよかったらコメントも、いただけると嬉しいなと思っております。こうラジオとかで大きくこう自分の曲を発表してみて、はい、今どんな気持ち？いやなんかありがとうございます。やっぱり今までこうやって曲を作ってもいなかったし、うん、こうやって発表することもなかったですし、うん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 、なんかやっとスタートラインに立ったような気分になってるっていうか、うんうんうん、やっぱりその歌手を目指すってところでやってきてるので、うんうんうん、やっぱりこうやって発表できて、うんうんうん、ね、皆さんに評価いただいてとか、そうやね、まあメンズののにね、6月 そうですね乗るのもあるけど、はい、やっぱりその一番目指すべきところはやっぱり歌手だと、うん、そうですね、ね、いやでもこのねメンズののからどんどんね世界が広がって、はい、ね、歌につなげて音楽につなげてね、はい、こうより広げていってもらえるとね、うん、すっげえ嬉しいなと思いますね。いい曲だった、うん、すごいコメントが、これ作ったって言おうかなそれちょっとあれじゃないかな、盛大にまた嘘つく毎度のパターンです。そうかもしれないですね、それはあなたの曲も私が作りましたって嘘つく。いやちょっとベイチルドレンではない、ベイチルドレンではない、オミオンチルドレンだな、オミオンチルドレンで、やちょっとコメントつく、聞きたいコメントもうやだ、素敵な曲、そして本当に歌上手になったよね。おー、ありがとうございます。ルシさん、ありがとうございます。そして、テナルゾンさんから、はい、足のキュン、いいミョン、最高ミョンあれ伝わった、伝わりましたよ。海さんから、感動しました、やば、フル聴けるのを楽しみにしてます。おー、ありがとうございます。バカなんだよなこいつな。このコメントの人だけちょっとあの路線違うんですけど読ませていただきます、はい、テトラさんから、え、好きだなんてそんなダメよ、おかんにはお父さんが。どういうことだ、想像力がすごいんよね。すずさんから、はい、ありがとうございます。デュフ甘い歌詞、足野さんすごい、そしてこんな素敵な曲を作れるおみょんみょん様、天才です、最高です、一生ついていきます、ハスハス。おーい、なんかその感情入れんのみんな上手やね、なんかね。いやすごいですね。そしてまたまたミルちゃんから、ありがとうございます、最高です、拓也さん、足野さん、素敵な楽曲本当にありがとうございます、フルで聴けるのますます楽しみになった、わー嬉しいな。いやまだね、こうフルで聴いてもらえるとまたこうね、うん、アッとするような、そうですね、そうセクションもあったりとかもするので、はい、うん、みんなすごい楽しみにしてるのが、うん、魔性の C メロ。あなたの楽曲でもあったじゃん、確かに、あのおみょんみょん大臣のおい、なんその後半の持ってき方っていう、そう来るかーみたいなやつ、ね、あとやっぱそんな感じ、オールジョノイズ、ね、生きてえな、いや、まあ、それも楽しみにしていただきたい。いや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 、うちの総大将おみょんとお仕事してどうでした？いやもう本当にもうなんだろう、自分が何も知らないってところから入ってるので、うん、やっぱりそこの中で自分に何を言えば多分受け取ってくれるだろうなみたいな、言葉選びとかもすごい丁寧だし、うん、すごいなんか分かりやすいアドバイスばっかで、めちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかったね。いや本当に楽しかった、本当にあの制作していく上でというか、うん、すごい楽しかった、楽しくやらせていただきましたね。ポンポンの時も優しかったの。いやもう本当今言ってること本当本当わかるってめちゃくちゃ。私も全く知らないところから入って、うん、だから本当もう先生というかもう本当に親ですね。いや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 。俺への楽曲提供は？依頼来てないよ。そんな中こう、逆に拓也さんからは、はい、こう一緒に制作してみて、うん、なんかここが意外だったなとかっていうポイント。いやでもなんかそのね、あのまあベイちゃんとね、うん、アイちゃんもそうやけど、まあそのカラスタというアプリを通じて、うんうん、ね、こうやってラジオをやることになって、でまあやっぱりその配信のイメージがどうしてもこうあって、うん、なんかやっぱ全然違うねんなみんなっていう、なんかやっぱその印象、うん、うん、なんか翼くんもね、印象としては本当にこうまあイケメンなね、こうちょっと男らしい感じというか、うん、なんかそういう普段もそういう感じなんかなと思ったけど、なんかすごいこう低姿勢でというか、そうなんだ、うん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 、なんか俺もだからちょっと声大にして言ってこわ、うん、
この子私生活めっちゃいい子なんだよ。なんかマジでマジで私生活めっちゃいい子なんか丁寧なの、うん、でもなんかそのね、あのポンちゃんにしても翼くんにしてもなんかやっぱりその人となりがやっぱりその歌によく出てるなっていうのが、うん、すごい第一印象、まあ、レコーディングした時もそうやし、うん、なんかやっぱそこがやっぱりなんか素敵やなって思う。なんかその上手いとか下手とかっていうのは、うん、もうそれは技術的なものやから、うん、なんかそれを超えてくるものってやっぱりその内側やと思うんですよね。まあ確かに、ね、うん、だからなんかそれがしっかりこう歌に乗ってる感じがねすごい素敵やなって思います、ね、そんなたくさん感想ももらって、うん、そうですね、持って帰りきょ持って帰っていいですか、うん、持って帰り、うん、ありがとうございます、うんうんうん、ちなみにこうラジオに出てみてはいどうですか。普通に楽しませていただきました。なんかすごいなんか最初は緊張しましたし、うんうん、まあ、その曲を流す時も緊張しましたけど、うん、やっぱりなんか出てよかったなっていうのはありますね、うん、本当にありがとうございます。俺たちこの3人を生で見たカラスユーザーで初めてじゃない、このラジオ感を。確かにそう、生で見た。そういうことね、ユーザーって生で見てみてどう。意外とでっかいんだなってのとあとすごい小柄なんですよ本当に。あとこんなにイケメンなんです。すごいんですよ、上手やな。俺らに対してすごい適当だったな。大小のイケメン。ちなみにこの俺たちがこう番組の感じで話してるのをもう見てるわけじゃん今。あ、まあ確かに番組からのテンションで喋ってるので、うんうんうん、はい、まあ控え質問を見てて、はい、こう番組からのテンションを見ててなんか思ったことある、なんかこんなとこ意外でしたみたいな。なんだろう、やこん結構わちゃわちゃし、ここの空間ではわちゃわちゃしてるんですけど、うんうん、裏ではすごい真面目に喋ってる。切って。ちょっと切ろうか。ちょっと切ろうか。すごい。あ、やっぱプロなのかなみたいなのは。わちゃわちゃしてます。裏。わちゃわちゃしてますよ。本当に。うちのドタバタしてるからね。走り回ってるから。一生懸命駆け回っちゃってね。やってますから。俊くんから。世の女性たちが魔性の C メロ衝撃に耐えられるか今から心配です。フルバージョンも楽しみですね。ラジオネームシュン、いやいやいや、ラジオネームとかいらんわ。ラジオネームとかいらん。ありがとうございます。魔性の C メロね。あ、いや、まあ楽しみにねしていただけると嬉しい。騙されちゃダメだ、この子アホだよ、可愛い感じのアホだよ、忘れないで。ルイシュンからです。ありがとうございます。本当にね、皆さんたくさんのねコメント、うん、すごくでも今回こうラジオにゲストの方来ていただいて、はい、で拓也さんが関わってる、楽曲ということで、うん、聞かせてもらったけど、うん、どうだったおぽんは。めちゃくちゃ良かった。なんか私湘南をドライブしながらかけたい。あ、確かに、うん、なんかいいね、これから初夏とかにめちゃくちゃ合う感じのな、うん、なんかのチャッカッチャッチャッチャッっていうとこがめちゃめちゃアッパーなビートあったんで、うんうん、おしゃれ。そうそうそう、結構ねこうなんで僕もまあそのね25やんか、うん、まあ、僕25をもう超えてて、なんかそれぐらいの時期に思ってたこととか、これからその30代にこう差し掛かっていく中で、やっぱりちょっとこうかっこよさもやっぱ求めたんよね、大人のこうちょっと色気みたいな、うん、だからなんかそういうのもちょっと曲にこう詰め込みながら作りましたね、うん、今後そういうのはオミオン大臣からちょこちょこ聞けるんですかね。聞けると思います。え、まだ出してない情報とかあるんですか。あ、でもまあ、でもある、あるね。制作費はあるね、あるね、いろいろね、うん、情報だけじゃなく、なんか今後やるとかも、うん、あったりするんですか。あったりしますね。あら、うん、え、うん、ここではいい、まだ言えない。言えないんです。後でな、後でな、後でな、後で。でもまああるっていうことだけはね、はい、お伝えできるので楽しみにしていただけると。ね、うん、正式リリース日が一応まだ発表ではなく、はい、5月中という、そう、5月中に、中にという発表だけされてまして、はい、出るので、でさっきのメロディーだけ、聞いていただきまして、はい、この後も皆さん動向にチェックしてください。アシノツバサのツイッター、インスタグラム、はい、あと TikTok も。はい、やってますのでぜひぜひご確認ください。よろしくお願いします。そしてカラス内でもたくさんライブ配信をしてますのでぜひぜひ応援しに行ってあげてください。はい、いやー早いですね。いや、あっという間でもうエンディングですよ、本当に。もうエンディングです本当に、うん、本当に。あ、そ、翼くんね、 ありがとうございます。ぜひぜひ、もうエンディングということであれですけども、うん、
なんか今アズーリの方があのしれーっとフォローしてくれた。ありがとうございます。俺の知らないところでそういう面白いことすんな。今面白かった。遅れた今見た遅れてましたね。今回ねこうラストゲストに来ていただいて、はい、すごく反響もね良かったんで、いやまたなんかタイミングがあったらね、いやまたちょっと来てくださいよ、うん、ぜひぜひ、はい、またなんかいろいろ持ってきたいですね、ね、こういうところでね、うん、はい、このラジオ出てみて、うん、今こう率直にもうエンディングですけども、はい、こう出て見てみてどんな印象だったラジオって。すごいあっという間ですね。あっという間でしょ。はい、なんか体感まだ賞味10分ぐらいなイメージ。俺らもまあでも毎回そんな感じだよね。いや本当にあっという間だよ。3人でやっててもね、うん、2人だと2時間ぐらいに、はい、悪夢の回みたいな。それはちょっときつい、うん、その日俺3時間ぐらいに感じた。なんか今日長くないみたいな時もありますね。で、今後、拓也さんから告知のコーナーもございますので、はい、告知お願いします。はい、翼くんね、曲が、リリースになるんですけども、僕も3月、23日に、自分の新曲を出しましてですね、会いたいという願いはもう叶いませんかという曲が、各種サブスクでダウンロードできるようになっております。ぜひ聴いてください。よろしくお願いいたします。なんと今日からのエンディング曲、おお、この曲になっております。おお、ぜひぜひ聴いてやってください。そして、先ほどねお伝えさせていただいた、僕がねプロデュースさせていただいている片瀬もらちゃんの新曲も、5月23日に、配信サイトでですね、うん、ダウンロードできるようになるので、ぜひ聴いていただけると嬉しいなと思っております。前回のねワンマン公演の、春公演のメインテーマ曲、僕が作曲、担当させていただきました。よろしくお願いします。今後もメンバー各自からいろんな方向があると思いますので、はい、それを追っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。いや楽しかったね。楽しかったです。そういう間の、ね、本当に。あとでももう一個重大なお知らせが。そう重大、そう、そっちも言おう言おう言おう、重大なお知らせが、うん、あるじゃないですか。あるんです、あるんです。そうなんです。なんと、はい、我々、はい、今月から、もう今月、今回からですね、今回から、うん、IB タクが月一になってしまいます。はい。そうなんですよ。これは悲しいお知らせではなく、悲しいお知らせではなく、ちょっともろもろ我々もいろんなことをやらせていただく機会が増えまして、その結果ちょっとお時間をね、はい、取る時間を、月に1回させてもらうということで、はい、我々はこれから月1回精一杯ね、はい、この1回に向けて、しっかり頑張っていってやろうと思いますので、いろんな人もこう絡めてゲストさんとかもこう呼んで、こうより楽しい番組をねこう作っていこうと思ってるので、皆さんぜひ、月一になりますが、はい、一緒に楽しんでいただけると嬉しいなと、この月一の貴重な3人を、うん、そう、見ていただけると嬉しいなと思っております。我々もたくさんやりたいのは山々なんですけどね、うん、でもこれを機にまたこう皆さんにたくさん見てもらえる機会を、そう、増やすということでやってますので、ぜひぜひ、今後も変わらぬ応援よろしくお願いします。第2金曜日になります。そう、第2金曜日になります、はい、そう、次回は、6月10日、はい、21時からとなっておりますので、そちらもお楽しみにしててください。よろしくお願いします。それでは今回のゲスト、足の翼くんでした。ありがとうございました。またぜひ。ありがとう。それでは新しくなったエンディング、エンディング行ってみようって、足の方やって、行ってみよう。あ、かわいいか。